美しい母、土屋太夫、産後初のロング巻紙スケードレス金鋭に反響。奮闘中のママには見えない。第一子を出産した土屋太夫、28が20日までにインスタグラムを更新。反響が寄せられているるとなるこの日、土屋は、今夜の私ほんの少しの時間ですが尊敬している大好きな方々と本当に、久しぶりにお会いして夢のような時間を、 お一緒することができました協力して、くれた家族に真から感謝しています。と綴ールのような場所を背に佇んでおり、ゆるくカールしたロングヘアを下ろし、シースルーのシックな黒ドレスを着用した控えめな肌見せコーデを披露している。続けて、今気づいたけれど、髪、伸びたなぁ、と育児中姉でタレントの土屋ほのか、30の協力を明かした土屋。 フォロワーからは、美しい母健康で幸せでいてください。奮闘中のママには見えないほど綺麗です。久しぶりのたおちゃんは姿見れて、髪伸びたね。楽しいことがあって何より。大変な時なのに、さらに美しさが増していてびっくりです。といった喜びや賞賛の声が相次いだ。今年1月、土屋は17年したジェネレーションズの片寄せ涼太。 29、との結婚妊娠を SNS で発表。片寄りの誕生日である4月29日暦が巡りつつも、鮮やかな空の日に新たな命を迎えることができました。奇跡の連続でした、と第一子出産を報告した。